案外スムーズにですね、動きまして、なんか生き物のような不思議な感じがしました。はい、不安はないですね。小さいものであっても反応していたので、そこはちょっと驚きでした。子育て世代の方たちに対しても、隣に座っている子どもさんのこと運転中気になると思いますので、いろんな世代にとても有効なものが期待されるんじゃないかなと思いました。もう私高齢者ですので、免許証の返還とかそういうのはどういうのなのかなと思っておりますが、こういうのができればいいんじゃないかなと。今まで自動車と言っておりましたけれども、こう考えてみますと、今までは手動車ですね、これから本当の自動車の時代が来るかなと。